ごぼうの塔すごい気になりますけど、ありがとう。その応援してくれてる芸能人の人たちっていうのは今のお話っていうのはどういう形で聞いてるんですか？あのね、何も知らないんですか？これはね、うん、その例えばさ4630万円ね、うん、お金を使い込んだ人の報道をずっとしたじゃないですか、うん、そもそもねテレビの報道の仕方がおかしいし、今日僕ここに出させてもらったけど二度と僕はテレビに呼ばれることないからね、こうやって本当のことを言ったら。だから僕の質問は、うん、聞いてましたか？芸能人がたくさん応援してくださってたんですけど、うん、今まで話してた話を全て理解して応援してくれてたのか、もしそうじゃなかった場合多分彼らにも迷惑がかかるとかは考えない。迷惑をかかるかからないとかっていうことで僕はこの席に座ってるんじゃなくてね、じゃあ迷惑っていうのはこの日本という国がなくなっても迷惑ってこと、うん、まあ、マナーの問題もあるってことです、うん、いやマナーとかルールの問題じゃないですよ、はい。